leather shingles off the suede Durango jacket. Ball slang glow, Bronx is only Django. Snap be a golfer star, but that's where my pops go. That's where my pops go.はいどうもぬいさんぽです、皆さんご機嫌いかがでしょうかということで、昨日のねクリスマスプレゼント企画皆さんもご応募いただけましたでしょうか、まだご応募いただいてない方ぜひね応募してくださいね、今日のカスタムはこんな感じでございます、ICR にグリップ2までつけてクイドロつけるとで、サブ武器は3点バーストの、ピストルそんな感じです。はいやっていきましょう。はいやっていきます。フリーホールです。ねおるなそこおったな。 OKあのー、昨日の動画で僕初顔出しをしたわけなんですけれどもちょっとそのね顔出しした経緯について OK 話していきたいなと思われます。まああのなん OK 実況者にとって顔出しってめちゃめちゃリスク高いじゃないですか。リスク高いのになぜやるかって言ったら結局ね親近感なんですよ。親近感まあこんな顔した実 OK こんな顔した実況者が、こんな声してこんなしょうもないことやってる、これだけでもう親近感湧きまくるわけですよね。やっぱりただだけど怖いのはやっぱりねまあ、ボドカさんとか最近顔出ししたじゃないですか。ジュエリーも顔出ししてるじゃないですか。一発でわかるでしょ。なんか生活すべてが公私混同してしまうっていう部分があるのでそこはやっぱリスクですよね。やれへん。いやだって僕がねもしめちゃめちゃ有名な実況者やったとOK やったとしたらまあ、例えば吉牛入って280円の牛丼 OK 食ってるとするじゃないですか。食ってたらもうそれ僕の顔知っとったらね そのなんかを気づいた人が僕の吉牛食ってる姿をねあのツイッターで晒すんですよ。ぬいさんぽ吉牛食ってて笑ったとかねそんなん言うんですよ。いますねそこ OK あこっちからこっちからさあこっちから来ると思わなかっただろう。よしいいね。そんな感じなんですよ。何がワロタやねん。もう吉牛に謝れ吉牛に。ああ、あの別にあの吉牛悪く言うてるんじゃないですよ。あの吉牛は僕はもう大好きなんで、吉牛の YouTube さえ登録してるぐらいやから。みんな見たことある吉牛の YouTube。 あの佐藤二朗さんってあの芸人ちゃうわ。ウェーあの俳優の人ね。あの人めちゃめちゃ好きなんで、うん、めちゃめちゃ好きなんで僕はあの吉野家の牛丼の YouTube を登録しております。この季節になるとねあの牛すき鍋御膳的なねあの牛すき鍋定食がね出るわけなんですよ。もうあれかねもううわっうらーしゃーい。あその上おったな上おったな。オッケーいいっすね。あっつマジかお前。あの牛すき鍋定食がねたまらなくいたね。オッケーたまらなくうまいんですよね。もうあの最後あの残った卵をちょっと鍋の中に入れてちょっと固めて最後チュルッと食べるっていう、もうこれが最高の。何の話してんねん俺ほんま意味わからんわ意味わからんわ。なんで吉牛の話してんねん俺は。ほら吉牛の話してるからこれ。まあそういうことなんすよ。まあどういうことかわからんけどまああのねやっぱりねあれですわ。あの実況者にとって顔出しっていうのはオッケー。おるな。ちょっと待ってよちょっとこれ倒してから喋ろうか。これ倒してから喋るか。倒されたよね。おるよね。やばい。そう実況者にとって顔出しっていうのはもうね芸能人グラビアアイドルがねあのヌード写真集を出すっていうぐらいのあれなんですよ。わかりますか。わかりませんよね。そういうことはわからない。うんわからないと思う。わからなくていいよ良い子のみんなは。まああのねやっぱりね敏腕プロデューサーにねあのグラビアアイドルが君そろそろ脱いじゃうみたいなね言いますね。脱いじゃうっていう話をしてる場合じゃないんですよ。やばいやばい犬ちょっとここはねここはちょっと真剣に行こう。ここは一撃必殺でバンバン行きたい。おしどこや上おしおし危ねえ。ここだけはおらオッケー真剣にここだけは真剣に行く。いたオッケーあと一発かなあと一発か。私のビーコンを頼りに UAV を投入しろ。一発ぐらいいけるやろ。そこおるよなそこおるよなそれやりたいな。そこよっしゃオッケーよしよしいいぞあーしまった誤操作。まあそのねあの坂口安里が AV デビューしたじゃないですか。あれと一緒ですよ。いるなあれと一緒です。あれと一緒あのぬいさんぽついに AV デビューみたいなそんな感じですよ。はい僕の顔出しっていうのは、はい、あーもうちょっとなんか心なしかいつもよりテンション高くない僕。いやーもう痛い痛い何も怖いもん。リスして 0.5 秒ぐらいでやられたんですけど。ちょっと待ってそれはやる。オッケー
ちょっと真剣に行こう、真剣に行こう。 AV デビューとかそういう話してる場合じゃない、そういう場合じゃない、うん、そういう場合じゃない。俺は今これは勝ちに行かないとダメなんだ。俺 AV デビューの話とかしてるから気づけばちょっと迫られてるっていう。あ、これはもらった、 OK。 あと1キル、どうしましょうかこれ。この人めっちゃうまない、やばない今の人、なんなん、光の速さでやられてんけど、これやばいんじゃないか。ぬい散歩どうしよう。そう、もうラスト1キルだけ奪って終了したい、終了したいんだ。やったー、やったー、あ、よかったよかった。ということでね、これから顔出しの動画もちょくちょく挟みつつですね、この人うまかった、この人めっちゃうまかった、マジで挟みつつですね、ちょっと動画頑張って投稿していきたいと思いますんで、配信もね、多めにやっていきたいと思います。はい。というわけで、今日はこんなところで終わらせていただきたいと思います。おつさんぽ、バイバイ。